これか、はい、ここか、おお、はい、おはようございます。本日はですね、どちらに行くかということなんですけどもね、前からね行きたかったんですけど、早滝姫神社、私の、YouTube でもね何度かご紹介したことがあると思うんですけども、そちらの神社にですね奥の院というのがあるということでね、急遽詳しい方をね連れて、ちょっと今からね奥の院というところに行ってみようかということでですね、こちらがですね駐車場がちょっとねないので、こちらの民家の、ね、方に、でちょっとお貸してくださいということで、頼んでおいてですね、今、こうやってちょっとお貸してくださいねと、今言っておりますけどもね、今回、行くということになったのはですね、今こちらに来たんですけど、この塚本氏ね、塚本氏がですねどうしてもちょっとね早滝姫神社のこの奥の院が見てみたいということでね、こちら今陽子さんですね、私の知り合いの陽子さんというねおばちゃんと、私のこちら帽子かぶっておりますのがですね父でございます。私の父とこの私を含めて4人でですね、今からこの早滝姫神社の奥の院というところに行ってみようということで今から歩いていくわけです。まあ、こちらね、少年自然の家っていうね湯賀さんの、有名な僕の小学校の時にねキャンプファイヤーとかやりましたけどね、そちらの近くに、あるんですけど、この行く途中にですねここになんかこう神社があるんでね、ちょっとあここちょっと古そうなんで行ってみようかなということでね、こちら来た坂手神社というんですかね、非常に古いというかね、ちょっとこうなんかこうオーラがあるというかね、スピリチュアルな感じがしますね。そしてこの狛犬ですけどね、安政5年と書いてましたけど、ね、すっごい古いんですよね。でこの神社自体はですね延暦ですからね、延暦寺、最澄とかいった時代ですね、その時代のですねに創建されたというような感じのね、もう780年代から800年代ぐらい、800年にかけてぐらいですかね。非常にこう昔のね、よくこういうね、まあ、早滝姫神社ももっと古いらしいですからね。はい、ということでこう、もうなんかこうひっそりとしてるようなね神社で、向こう側にね駐車場をさっき止めたとこから車で上がってこれるような感じではあったんですけどね、国重ある、はい、こういう感じで国重まあね古いなということでね、平殿造営、まあこの湯賀山にね行く、まあ、途中にこう寄ったりねされたんではないでしょうかね。さあそんなね、まあね社務所はあったんですけどね、まあもちろんその住職さんとかねそういうのはいなかったんですけども、まあお守りとかねおみくじとかそういうのも全然なかったですね。うちの父もねこう来たのは初めてだということでね、もうそんな昔からあったのにね、このとこなかなかね、もう80過ぎてる父ですけどね来たことなかったっていうのは珍しいですけどね。はい、そして奥社の方がねこういう感じで、この構造的にはね玉姫神社とか、まあ、先ほどの早滝姫神社と同じようなね作り方ですよね。これ、まあ、もう多いですけどねこういうね、いやーこの裏のねこういうところですね。まあね塚本氏はね非常にね詳しいのでね、いろいろまあ歴史の話とかこう聞くとね面白かったですけどね。でまあ陽子さんもねいろいろまあ詳しいんでね、ここら辺はまたいろいろ今から、奥の院の方にね歩いていくということでございます。こんな古いでしょこれ、延暦ですか、延暦年中っていうんですかねこれね。はい、ということで今から、奥の院という、まあ、この時はねそんなもうすぐ行けるんだろうと思ってたんですけどね、結構ね30分ぐらい歩いたのかなで、まあ、ここからね入っていくわけですよ。でここ、まあ、さっきの駐車場の方からですから、曲がりましてですね、まあ、車がね入るのかな、まあ、軽トラがね、まあ行ってたんで結構、まあ、軽トラぐらいやったらいけるんだろうと思うんですけど、まあ、これはね民家があるんでね行けるんですけど、こっからこう入っていくわけですよ。でここがまあ細いじゃないですか、でもこれもね軽トラ行ってるんですよね、ここもね割と。ただ結構ねこんな、まあ、もちろん対向車来たら終わりだしね、対比所もないですからねこれねここテク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 歩いていくわけですよ。昔はねこう湯賀さんの遠足なんかにね来るっていう時もね木目とかね
小島市とかね、向こうの方からね来る道もね向こうにあるということで、こう陽子さんに教えてもらったんですけど、お寺の奥の院、あの正蔵院の、もうちょっと行っとくかな、そうね、あそこからずっとね遠足の時に湯浅に歩いて行ったんだよという話をね、もう何十年、60年ぐらい前ですかね、はい、ということですからね、はい、そしてこっからね、あの湯河に行くような、まあ今はもう獣道と化してんですけど、ここにこういうね石碑がありましてですね、こっちから来たんだよという話を陽子さんにしてもらったという感じですね。昔子供が小学校の頃に湯河休みに行ったけど、まあ私のね父の記憶もねここ通ったのかなって感じで、まあ僕は割と小学校の時の記憶も残ってますけどね、はい、ということでこれね、こういうふうに湯河はこっちですよというこの指のマークが、アイコンというかね、このあれです、遠足で、はい、ということでここでね今から歩いてですね、まだまだこっからあるんですよ、ね、こんな時ね標識があったりね、これも最近作ったもんなんですかね、はい、そして向こうからね小島寺とか木目の方ね、はい、そしてまあ、ここからこう、ね、まだもうちょっと歩いていくわけですよ。ほんでこんなねよく車通るなと思う感じですけどね、このね奥にね池があるんですよ。そこの池にねなんかまあ車で来るような人もいるのかもしれないですけどね、でまあこう竹がこう横から出てきて、ね、まだまだこう歩いていくわけですよ、まあ、結構な距離でね片道30分ぐらいあったんじゃないですかね。そして見えました、これです、これが早滝姫神社の奥の院と言われているね、いやこれなかなかねちょっとね貴重な映像ですよ、ここ来るの大変ですからね、でもこれきちっとねあの整備されてるというかね、すごいですよね、これきちっとこう石でやって、ここになんかね石じゃない、なんていうんですかね、この神様みたいなのがあって石が置いてあってですね、この石がまあ、どっから持ってきたものなのかわからないですけどね、この石はどこの石なの、はい、ということで掃除を横さんがね一生懸命しておりますけども、お見合いにあった石はこれは結構貴重ですよ、あったらしい、まあ、当然写真撮ってね43年かするんですけども、うちの親父もね初めて来たということでね、まあ、奥の院があるっていうのはね知ってたらしいんですけども、はい、これ明治って書いてますよね、まあ、明治にまあ作ったのかここに持ってきたのかね、まあ、これはねなんか陽子さん言ってましたけどね、ちょっと僕忘れちゃったんでね、あれですけど、さあということでね、私も持ってきたちょっとこれお供え物というのをねあげました、あーそれになセンデスみたいなのに書いてももうちょっとなんかね作ったらいいんだよ、こうね、なんかまあ冊子のなんかみたいな、マジックで書いてある、何をお供え物持ってきたのちょっと忘れましたけどね、マジックで書いてあるかな、あ、父はこうやってね写真撮ってこの前にあげますよ、言ってますけども、はい、ということでね、まあこれがね、ずっと残ってたっていうのはね素晴らしいですけどね、ここ本当にここがまさか早滝姫神社の奥の院だということはね、知ってる方も少ないんだと思いますからね、まあね早滝姫神社最近ちょっと人気でですね、いろんな方来られてると思うんですけども、できましたらねこっちの方もね行ってお参りしていただきたいなとそう思っております。まあそこからね一本道でずっと行けますんでね、片道30分ちょっとかかりますけどね行ってみていかがでしょうかといった感じでございます。いやいや、ということでね、ここをまあ後にするわけですけども、でまあ陽子さんをね掃除をしっかりしていただいてね、で父も記念に写真を1枚撮りましてですね、はい、まあなかなかねネットでもねなかなかこう情報っていうのがね、手に入らないようなね、非常にこの先ほどのね坂手神社なんかよりももっとこうなかなかこう、まあなんていうんですか、この
秘境といいますかね、でこのままですねもうこう、まあ、引っ返してもいいんですけどちょっとこう奥にね、地図見るとあの池があるっていうんでねちょっと行ってみようかなということで、まあ、ずっとまだ国家ね意外とあったんですよねこれね、あのこんなにあるんだという、あとでねここね対向車来るんですけどここにね車で来てる人がいたわけですよ。まあ恐ろしいですよねここね、転がっても誰が助けに来てくれるんだって感じですからね。はい、そしてここにですね池が出てきましたよ。なんかね結構魚とかいそうですけどね、まあ、こういうちょっとため池っぽいもの、まあもちろんこれ農業用水としてね確保してるんだと思うんですけど、こういうのはねあの庄内とかここら辺には多いですね。まあ僕は子供の頃知ってたら必ず釣りに来てたと思いますね。いやこれ絶対魚いるな。はい、ということで、じゃあ引き返しますかということでね今から帰るんですけども、父がねこのお菓子をみんなに振る舞ってるというさっきのお供え物を、ね、お供え物っていうのは、ね、持って帰っちゃいけないっていうことをね皆さん覚えておいてくださいということで、今からまあお前にもやるぞとこの復帰をと、まあ、最近ねお墓でもねそうですけど、ね、こういうの置くとねカラスが来るんでねあんまりこう置くなっていうことだね、ということで、まあ、まあまあ大したもんじゃないですけど、まあ、このあとキング行くんですけどね僕とね、塚本氏はねその前の腹ごしらえということでね、いやーここは結構いい運動になりましたよ。はい、ということでね帰り、まあこうやって帰るんですけどね、帰りもうね来ますよ対向車が、まあ、まさかねこんなところに対向車なんか来るとは思わないですよね。いやいやということで、ね、ほら来ますよ、ほら来ました、ほれ軽トラじゃなかったですね、軽の車がよくこんなとこ通ってきますよね。いやちょっとこれはちょっとびっくりでしたね。まさかねこんなとこ車で来るとは思わなかったですからね、まあ、当然あそこの入った入り口のとこから来たってことですからね。よくこういうね木がせり出してるここもよく通りましたよねこんなとこね。車で行きます、まあ、軽が限界でしょうね。まあね僕 あの友達のボクシーではちょっと無理ですね、ここはいけないですね。さあということでね、まあこれからずっとね行くんですけど、このね庄内の市民センターっていうのがあるんですよ。そこにねあのこの奥の院についての詳しい資料がねなんかあるということをねうちの父も言ってたんでね、まあね塚本氏はねあそれから行ったって言ってましたけどね。ということで元来た道をまあ帰るわけですよ。まあね帰りは意外ともう早く、終わりましてね、帰ってきたんですけどね、まあ、帰りはまあ相撲の話とかねそこら辺をしながらまあのんびりと帰ってきたということでございましてですね、本日はね早滝姫神社の奥の院というねところに行ってきましたという動画になりました。この動画ちょっとでも面白かったなと思った方もらいましたらねチャンネル登録高評価いただけると励みになりますのでよろしくお願いします。それではねまたねいろいろねこういう、まあ、岡山帰った時はねいろんなところを、まあ、あの見てねまたこうやって動画上げてみたいと思いますのでね今後ともよろしくお願いします。ということでございました。それではまた。